長タイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、ソシオニクス。はい。我々のこのチャンネルでは、イザヨイブログズ。はいはい。めまいさん。はい。に許可を得て、うんうん、そのブログをもとに、はい。ソシオニクスの紹介をさせていただいて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですね。うん。ソシオニクス。面白いですね。はい。はい。何が面白いって、うん、なんかまあ、カーシー博士。うん、MBTI って紹介してきて、うんうん、なんかこれだって思ってたタイプと、うん、またなんかその、うん、そもそもこのなんか直感とか外交とかの捉え方がちょっと違うんですかね。はいはい、そんな感じはありますよ。その16個のカテゴリーの捉え方が違うのか、うん、全く違うのが出てくる、うんうん、で今日の紹介としては、うん、SEI SEI これまだちょっと情けないのが、まだちょっとそのパッて聞いた時に、うん、ピンとこない来ないですね、全然ピンとこない、うんうん、で以前紹介した IEI っていうのは、うん、体調が良くなるやつ、うん、良くなるっていうか、はい、良くっていうほどやってないんであれなんですけど、なるほど、2回やって、はい、こう分かれた、なるほど、片方で、はい、が IEI、 IEI、詩人と言われるタイプで、はい、うん、MBTI のタイプでは、うん、おおよそ INFJ、うん、と一致するよっていう、はい、今回やるのは SEI、はい、MBTI でいうところの ISFJ、はい、隊長これ両方とも出たことないですよね。はい、この ISFJ も J になったことはないです、 MBTI で。そうなんですよね、はい、なんか多分だから違うんでしょうね、この捉え方が、うんうん、はい、でちなみにそのご自身であってこの IEI と SEI、はい、うん、なんかどっちが僕かなっていうのは、どっちかっていうと II 前回のやつ。なるほど、まあ、でもこっちも分かります。なるほど、うん、というところで、うん、今日はこの SEI の、うん、紹介をさせていただきますと、はい、この SEI っていうのは、うん、仏の落ち着き、うん、のごほんマイペース、気さくで親切、うん、という特徴があって、うん、どこにいても穏やかで心地よい空間を作ることができますと、うんうん、この SEI のコミュニケーションはおおよそフレンドリーで楽しい感じ、うんうんうん、自分や他人の都合をよく考え、うん、親しい人との関係では親切で思いやりがありますと、うん、グループで働くときは中庸の立場をとって、うんうん、美しいものや美しいイメージ、うん、慣れ親しんだ快適な空気を愛しますと、うん、なんか僕もいそうですけどね、はい、入ってくんなですかねすいません、まあ、外交ですからねきっと確かに、はい、申し訳ございません、汚しちゃいけませんね。で、人の気持ちをすぐに察し、うん、元気づけようとしますと、うん、喧嘩は買わないようにして、うん、誰とでもちょうどよい距離感を保つことができます、はいはい、情緒的で、うん、気持ちを人に合わせ飲み込みが早い、うん、ジョーク、うん、基地に飛んだコメント、うん、切り返しで人を元気づけようとしますと、うん、口喧嘩に引き込まれないようにし、うん、誰とでも仲良い関係であろうとします、うん、打ち解けた環境で人と交渉するのが上手です、うん、ただまあ若干あのガッツ不足なところがあって、はいはい、大変そうな仕事を避けたり、うん、つまらない業務を先延ばしにして、うん、大きなチャンスを逃すかもねなんて、うんうん、ピンときます？ピンときますよ、まあ、どっちもピンとくるんで。なるほど、それがね、これがね、ただ、うん、このソシオニクスというのには、はい、まあ、モデル A、うん、まあ、ソシオニクスでもいろいろモデルがあるそうなんです、はいはい、モデル A というのがあって、うん、これを心理機能で紹介すると、うん、8つ、はい、8段階で紹介することができますと、うん、これをね一個一個またこの SEI で1番目から8番目まで読んでいければなと思ってます、うん、この主導する機能、はい、主機能ですね、 MBTI でいうところの、うん、は内向感覚、主導する機能っていうのは中心となる機能で、はい、さらに自信があるので、うん、あなたの機能の中のリーダーですと、はいはい、いうところ、うん、この主導する機能が内向感覚の場合は、うん、自分や他者の体の状態を認識し、うん、この状態がどのように達せられるのかを理解し、うん、そして
これらの身体的な状態を再現したり回避したりする能力に長けていますと。今意味わかりませんでした。意味はわかります、意味はわかりますけど、はい、僕はそうかっていうとわからないです。なるほど、この SI を主導する機能に持つ人は、うん、自分の身体的な経験を満足させる状況に惹かれます、うんうんうん、体の状態の認識再現分析に関わることに参加しているときは、うん、いつもパワーに満ち情熱にあふれています、うん、だからここにちょっとピンときますね。快適みたいなところじゃないですか。で、不快からの回避っていうのはこのタイプの持つ主要な動機づけの一つですと、うん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 、ピリピリした空気、過労による体力消耗、うん、あの他の人やたくさんのやるべきことから感じるプレッシャー、うんうん、そして満たされなかったり満たされすぎている体の欲求から不快、うん、内的な不快が生じますと、うんうんうん、このタイプの人たちは不快感が生じるとすぐに気づいて、うん、そしてそのことについて非常にうるさく主張しますと、うんうんうん、そして、賢い方法によって不快感を消し去るか、うん、あるいは単純に悩みの種となるものから逃亡します、うんうんうん、自分と不快感を共有する他者はに対しては理解を示す、うん、そしてその他者のストレスを軽減する手助けをしたり、うん、良い解決策を提案したりします、うんうん、なるほど。でこの SI を主張するタイプは、うん、周囲の環境に絶えず自分を適応させていて、うん、あのこの状況に何が求められるか、うんうん、何が適切か、うん、っていう固定的な意見を持つことにはめったにないと、うん、あ、そうなんですね、僕いるわけないや、うん、で彼らは他者の欲求に即興で応えようとして、うん、で根拠はって聞かれると、うん、しっくりくるから、うん、なるほど、うん、で十分だと、うん、でこのような振る舞いは NI が弱いっていうことも相まって、うん、見ている側からするとデタラメに映るかもしれない、うん、けど彼らからすると、うん、身体的にそうなんだから、そうだ身体的に、まあ、それに敏感って話ですもんね、はいはい、うん、っていうのが、うん、SEI のファースト、うん、主張する機能、うん、でセカンド、うん、想像する機能、この想像する機能というのは、うん、主導する機能を補佐する副リーダー、はい、で状況を判断してリーダーに伝えるのが仕事、うん、なので、うん、FEそうですね、うん、この SEI でいうところの FE、うん、外交感情、うん、この FE 外交感情をセカンドに持つ人たちは、うん、個人や集団に、うん、あるいは風景、自分が居合わせた物理的な環境の様子、うん、自分のいる場所や自分の周りにいる人々との情緒的なつながりといった、うん、生き物でないものに対しても雰囲気を感じ取ると、うん、彼らの幸福と心の平和のためには雰囲気が良いことは欠かせないと、うん、だから自分の周りに直接働きかけたり、うん、あるいはシンプルに悪い雰囲気の元凶と思える環境や人間を追いやったりすることで良い雰囲気を作ろうとしますと、うん、でこの SEI の場合これは即興的に行われる、うん、またこれは冗談を言ったり人を笑わせようとしたりっていう単純に自分に悪影響であると見て取った人々から距離を取ったりするところに反映されています。なんかやっぱちょっと感じますけどね、なんとなく。まあ快適ってことですよね、はい、まあ、人間関係も自分の身体的な快適もあるけど、はい、相手の身体的な快適もあるし、はい、感情空気感ピリピリしてないかとか、はい、そういったところを気にするってことですよね、っていうところですね、うん、あと今この SEI を聞いてる方、はい、SEI だなと思ってる方は、うんうん、エニアグラムで言うと、うん、タイプ9の可能性はとても高い。調停者って言われますもんね、エニアグラムで言うと。そうですね、調停者はタイプ9です、ね、タイプ9、はい、っていう、うん、相手の間に人と人の間に入っていい関係にしようとするみたいなところですもんね、はいはい、で第3は内向直感を規範の機能に持つ、うん、でこの規範の機能というのは自覚のある短所、新しい場面に弱く自信もないが
社会的な場面では適用するために頑張ろうとする機能、うん、だからまあ分かりやすいがゆえにこの主機能補助機能よりも弱いから苦手だと思ってるのかもしれないですね、うんうんうん、はい、勝手にお前が加えるなですねこれはめまいさん申し訳ございません、はいはい、この規範の機能というのは内向直感、うん、長期的な影響と想像力に注意を向けることはできますが、うん、長くは続きませんと、うんうん、それは本来的に、目の前の環境や感覚、うん、あるいはこの手短な仕事に集中することを好むからです、うんうん、この規範の NI が未発達の場合はなぜそうするのかという理由を検討できないまま大規模な将来設計を立てることがありますと、うんうん、なるほど。このソシオニクスが面白いのは、うん、この苦手なものが、うん、この第3番目に出てくる、はいはい、規範の機能だと、うん、それが何て言うんだろう、自信がない、はい、けど、うん、社会的な場面で適応するために使ってはいる、頑張ろうとしてるっていうのが、うん、この3つ目に出てくるっていうのが面白くて、うんうん、で、そこに言うこの MBTI だと3番目って出てこない第3機能なんですけど、うん、これと今の3番目はイコールではないです、うん、はい、はい、けども自覚してるってことですね、うんうんうん、多分自分でもこの長期的なものに目を向けようとするが、うん、ずっとそれをすることができない、うん、どうしてもやっぱりこの、うん、手短なものになってしまうっていう、うん、でまあとりあえずこれでいいじゃんみたいな、なんかそれがなんか S っぽいじゃんっていうのがあるんですけど、これが NI なんですね、うん、内向直感、うん、はい。